皆さんこんにちは、エンターアートの大阪ゆかりです。おうち時間いかがお過ごしですか？今回はダンサーの私が一般の方にもおすすめするお家で立ったままできるエクササイズを紹介します。エクササイズは体が温かい状態で行いましょう。小さな動きから始めてだんだん大きな動きになります。運動には免疫力を高める効果やメンタルの健康を保つ効果もありますので、無理のない範囲で一緒にやってみてください。まずは膝とつま先は正面を向いたまま、腰の幅くらいに足を開いて立ちます。頭のてっぺんから背骨を一本一本曲げるようにして上半身を曲げます。軽く屈伸をして足と背中を緩めてあげましょう。今度は背骨を一本一本起こすようにして上半身を戻します。これを繰り返します。頭のてっぺんから曲げていきます。屈伸です。8、7、6、5、4、3、2、1。今度はゆっくり起き上がります。今度は首を動かします。頭を右へ左へ右へ左へ、今度は下へ上へ下へ上へ、今度は耳を肩につけるように右へ左へ右へ左へ、頭を右からぐるっと回していきます。後ろ左前右後ろ左前、今度は反対へ左後ろ右前左後ろ右前、今度は膝を軽く曲げて胸から上を回していきます。右後ろ左前、今度は反対へ左後ろ右前左後ろ右前。はい、手を指先まで大きく伸ばして前から横へ開きます。同じ手の動きをしながら体を右側にひねります。今度は左にひねります。今度は交互にひねる方の足に体重をかけながら右左、はい、膝とつま先が前を向いたまま軽い屈伸運動です。8、7、6、5、4、3、2、1、両足を隣同士合わせて続けましょう。4、3、2、1、もう一度足を開いてスクワットです。無理のない範囲で行いましょう。もう一度、今度は両足を合わせた状態で、もう一回、次は足のエクササイズです。かかとを上げてつま先を伸ばして、つま先を戻してかかとを戻してつま先を蹴って上げます。蹴って足を上げます。反対の足いきましょう。かかとつま先を伸ばしてつま先を戻してかかとを下ろします。蹴って蹴って倍の速さでいきますよ。右足から1、2、3、4、蹴って蹴って、左も1、2、3、4、蹴って蹴って、最後は足を前後に振り上げます。まずはゆっくり上げた足の膝は曲げましょう。早く6回、1、2、3、4、5、6、反対の足でもいきます。前後ろ前後ろ、早く6回、前後ろ前後ろ前後ろ、
はい、最後は最初と同じ動きで頭のてっぺんから背骨を一本一本曲げて上半身を倒します。そのまま軽い膝の屈伸です。今度は背骨を一本一本起こすようにして上半身を戻します。もう一度繰り返します。頭のてっぺんから少しずつ曲げていきます。屈伸を8、7、6、5、4、3、2、1、ゆっくりと起こしていきます。お疲れ様でした。お家で過ごす時間にこのエクササイズを活用していただけると嬉しいです。私の YouTube チャンネル大阪ゆかりエンターアートチャンネルでもたくさんエクササイズやストレッチ動画を配信していますので遊びに来てね。最後までご覧いただきありがとうございました。バイバイ。